大阪医科薬科大学 LD センター主催ウェブ講演会をご視聴いただきありがとうございますただいまより視覚発達後見る力を育てるビジョントレーニング1について奥村智人先生三浦智子先生にご講演いただきますまたディスカッションではコメンテーターとして私竹下も参加いたします 先生お二人の講師紹介は画面にお示ししますのでご覧くださいそれでは奥村先生本日の講演会のお話のポイントについて教えていただけますでしょうかははい今回は 視覚発達シリーズの第5弾ということでビジョントレーニングについてお話をしていきます1本目の動画では私と三浦先生からビジョントレーニングとはということとかあと基本的なビジョントレーニングの流れについてお話をさせていただいてで2本目と3本目では具体的なビジョントレーニングの方法あと 今回はディスカッションに竹下先生も入っていただいて、合理的配慮についてもお話ししていきたいと思いますで。ちょっと議論をする中で、ビジョントレーニングと合理的配慮について理解を深めていければと思っておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは先生、ご講演をよろしくお願いします。 まずは私からビジョントレーニングの概論的なお話をさせていただきますビジョントレーニングの定義と歴史ですビジョントレーニングはオプトメトリストと呼ばれる視覚 見る力ですね。の専門家によって考案された訓練の手法です。目のリハビリテーション的なものになりますけども、アメリカではビジョンセラピーっていうふうに言われています。で、オプトメトリストっていうのはどういうものかというと、あの見る力の専門家。1 傾きといった形を捉える際に必要な要素を捉える力を評価しています。デジタル版は紙版をベースに課題を構成していますが、数字見比べには紙版とは構成が違うものが追加されています。その他、形覚え1が追加されています。 ではここからは実際各機能についてどのようなステップでトレーニングをして進めていくのか概要を説明しいます速い速度で提示されたりとか瞬間的にパッと出たものを目で追いかけるっていうそういうことができますのでこちらもぜひ使っていただければと思いますでこちらは YouTube でどなたでも使っていただけますので興味がある方はぜひ 使っていいただければと思いますそれではここから三浦先生にも入ってもらって、えー、と眼球運動トレーニングの整理とディスカッションしていきたいと思いますで、えー、とここまでお話したようにまずあのレベル1ではくるくるチャイムこれと同じようなノートがこれと同じようなあの形になりますよっていうことで大きいの大きな紙を準備して貼る。 で,そこで説明するで青い磁石は1行を開けるっていう意味ですよって視覚的にこう開けるところもしっかりと提示してあげて記号で内容を整理してここに書いてあるようないろんな記号を使って、あのー、たくさん情報がありすぎて余計見にくくならないように、あのー、大事な内容だけに絞って記号を使って説明をしていく。でこの えー、注意・集中の良さがあって長時間聞けないなって子でしたら、まあ、短い段落でこま,まこまめに読み上げのシールを貼るとやや、えー、読みやすいとか集中した状態を維持したまま読み聞きやすいですねと思いますし。 もう一つは、録音ができるので、教科書だけではなくて、テストの読み上げとかにも利用できるかなと、<ー>でテスト問題のところに、そのテスト問題を先生が読み上げた、えー、音声を貼り付けておけば、自分でこう問,題の、えー、問題を読み上げてもらって取り組むということにもあの、活用できるんじゃないいかと思います全く使えなくなりますので、うん、かなりレベルが上がって、まあ、こういうふうにここら辺に書いたらいいのか。 それともこの大きさなのかっていうのがこの空間的な長さの感覚大きさの感覚を把握しないとできなくなりますのでまあそういう力を最終的なそういう形のを捉える感覚とか空間を捉える感覚っていうのはい、ありがとうございますま。ああ トレーニングずっと長年やってますけど、なかなかトレーニングだけで完全に良くなることが難しい子供さん多くて、特にまあこの四角四角認知なんだかの、この領域ではトレーニングでの効果っていうのがやっぱり出にくいところはあるので、ちょっとそういう合理的配慮も組み合わせていくとか、ある程度トレーニングやった後で、 こう、移行していくっていうことは大事かなと。三浦先生、三浦先生、ご講演ありがとうございました。本日はビジョントレーニングをテーマに実演やディスカッションを交えてわかりやすくお話しいただきました。訓練方法ありきではなく子供の年齢や特性に合わせて必要な支援を選択する考え方について理解を深めることができました。今後の関わり方の参考にさせていただきたいと思います。 本日は本当にありがとうございました。ありがとう